今は昔、対馬の双子が。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？お役に立ててください。素晴らしい品です。また来よう。今は昔、対馬の双子はその身だけでなく魂まで狙われたのだ。その話をいたしましょう。血を抜け。逃がしてやる。助かった。ありがとうございます。もう安全だ。これをお受け取りください。
Dervish Basan follow Ta. Ой, вдруг их чахарда! Иргин Торино Шанки! Ой, вдруг их чахарда! Oh, my God.
たいところがあるんだ。ついてくよ。一人で出歩くのは危ないか。金、材木、布を扱います。お目が効きますね。役に立ちますよ。では目的を達せられますよ。獅子をいたと思ったら突進してきよった。Nocturna!
ぞ。太刀を抜け！余が本領を奴の。
橋を渡れないのです。どうした。日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら猛虎が谷で待っていて下から矢を射い始めたのです。怪我人が。文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。叫べよアッパー。家族に見殺しにされそうだぞ。デルシェッサスクテイウチューペイアブラキチュースヌネギナ。Thank you.
矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。うちの道具を見ていってください。お役に立ててください。お目が効きますね。
また来よう。あなたのご武運を願ってますよ。金、材木、布を扱います。お役に立ててください。ここで良い知らせをお待ちしてます。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。争いの後だ。何者かが押し入ったか。ここで何が。薙刀、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。手がかりはない。
せマサコ殿はどこだ。答えぬか。この者どもは猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄めの跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。マサコ殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが
生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い、これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。死角が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩美の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。なあ、心なしか泡の味がおかしくないか。草原か。さようです。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。北に向かおうと。甲冑師を探すか。鎧を仕立て直しましょうか。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。
まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。もう鍛えられません。助かった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。どうか空腹なんです。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。誰にも見られておらんな。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。マ
こそこま生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。誰が相手だ。その太刀、お前が死んだら俺が使ってやろう。我が一族の敵。宗玄、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。
お力を。しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。さあどうぞ見ていってくださいよ。お目が効きますね。これほどの品はありません。いろいろと使えそうなものです。素晴らしい品です。いろいろと使えそうなものです。うまく使わせてもらいましょう。あなたのご武運を願ってます。はい、はい。